セドナは北米極北地方に住むエスキモー系先住民族の神話に登場する海の女神である。海の女王とも呼ばれ、海に住む動物の管理を行い、また人間の祖でもあるという。イヌイットたちの間では海の神や種というよりもソレイとして崇められているようである。それには以下のような伝承がある。かつて地上には古い種族の人間たちが住んでいて、 セドナもその娘の一人であった。セドナは美しくよくできた娘だったが、ある時、誰の元へも嫁がないと言ったという。彼女の父親は彼女への罰として、彼女を犬の妻として与えてしまった。彼らの間には、やがて何人もの子供が生まれた。ある時セドナの前に若い男が現れ、多くの毛皮や服や毛布を与えると言って、彼女を誘い、連れ去った。しかし、 実は彼は、アホウドリだった。しばらくして、父親が、娘のセドナを連れ戻しに来た。父子は逃げ出し、海へ漕ぎ出すことで男から逃げることに成功した。安心したのもつかの間、父子の乗る船を、嵐が襲った。父親は、先ほどの男が嵐を起こして、娘を連れ戻そうとしていると気づいて、恐れをなし、セドナを船から突き落とし、 なお船べりにしがみつく彼女の手と左目をかいで潰して、娘をいてつく海に沈めた。家に戻った父親に、セドナの夫である犬が彼女の消息を尋ねるが、後ろめたさのある父親は、その犬も水に沈めて殺してしまった。一説では、父親がセドナに最初に罰を与えたとき、父親に見捨てられた彼女に密かに父親の元から、食料を運んで彼女を守ったため、 飼い主である父親の怒りに触れて殺されたとも言う。残されたセドナの子供たちは他の姉妹去った。地上にいた頃のセドナが逃がしたとも自ら船を作って去ったとも言う。彼らセドナの子供たちが今の人間の祖先となる。海底に沈んだセドナは怒りのために死ななかった。セドナの足は魚のようになり彼女は海底で海の女神となった。 彼女は石やクジラの骨を使って海底に家を作った。彼女と同じように沈んできた夫の犬は彼女の新たな家の門番となった。セドナの父親はその後波にさらわれてやはり海に沈んだ。セドナは父親を自分の海底の家に迎え入れた。一説ではセドナは父親を自分の家の中に閉じ込めて二度と出てこられないようにしたとも言い、あるいは 父親が己の行いを恥じて詫びたため、昔のように仲良く暮らしているとも言う。また彼女は、肉を貪りくう貪欲な性質を有して寝ている。両親の手足をも食べようとしたため、両親によって海に投げ込まれてしまった、との説もある。以上の伝承の結果として、セドナは海底で海の死者の国の管理者となった。彼女の夫であったモンマンの犬は、 死者を彼女のところへ導く役目を負っている。一方、父親に船から放り投げられ時に、セドナが船べりを掴んだため、父親がそれらを大野で立ち割った時に、セドナの切り落とされた指一つ一つがアザラシなどの怪獣たちになったので、セドナはそれらの支配者にもなった。セドナはそれらを、彼女の最初の子供である人間たちへの恵みとして与えるのである。 セドナは魚たちの回遊をも支配し、また地上にいた頃の自分に起こった不幸への怒りから嵐を起こすので、不良の時などには人間たちはセドナのお告げを聞こうとする。人間のシャーマンは時に魚となって海に入っていき、指を失った。セドナのために彼女の髪を言ったり髪をとかしたりしてやると、女神は喜ぶのだという。ありがとうございます。